みなさんこんにちはこの動画ではモマとガイドスタッフが所蔵品の中で特に思い入れのある一押しの作品をご紹介します今日の担当はニーノですよろしくお願いします私の選んだ作品はこちら高村光太郎手です子供たちと一緒に見るととても楽しい作品です これれまで来館してくれた小学生ののの言葉を紹介したいと思いとと。思ます。ある日の展示室のこと小学生が作品を前に思ったよりおっきい手がつりそうこんなの無理そう真似するとよくわかりますとてもきれいな手の形なんですが指先まで力を込めていろんな筋肉を使わないと難しいのです手袋みたい 指紋がないけど生命線が見える。ここにサインがある。たくさん発見がありましたね。それから三百六十度ぐるっと回って、自分がいいなと思う場所を探します。手のひらを斜めから見ると、全部の指がかっこいいな。裏側からだと、シワとか血管、爪、 肉の盛り上がりがリアルで魅力的どこから見ても形が複雑なるほどベストと思うところはみんな違ってみんないいですね次にこの手の持ち主はどんな人と聞いてみました指が長くて柔らかい感じだから女の人かな ゴゴツゴツしてるから男だほんとどちらもありえそうですピアニスト大工お医者さん野球選手絵を描く人パソコンとか手話をする人これは手を器用に使う仕事ばかりですねちなみに彫刻家の作者は自分の手をモデルにしました さらに、助けてと叫んで救いを求める人。イエス様みたい。孫悟空が乗るお釈迦様の手かな。人間ではこんな手ありえないから。確かに、救いを求める人と救う側の存在、どちらの立場にも見えますね。 しゃがんで子供の目線から見上げると、人差し指と中指がまっすぐ点を指し、光を受けています。この作品、手は仏像のセムインという、人々に安心を与える手のポーズをヒントに作られたといいます。子供たちの気づきから、作家が家に込めようとした意味を、私も改めて考えることができました。 高村光太郎という作者の名前を聞いて有名な詩の数々愛妻千恵子さんのお名前ロダンの影響を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれませんでも時にはそのままお子さんやお孫さんの感想に耳を傾けながらご覧になってみませんか目から鱗が落ちること、間違いなしです。 いかがでしたか今日の作品は、高村光太郎、て、でした。この作品は、東京竹橋にある東京国立近代美術館の所蔵作品です。より詳しく知りたい方は、ご覧の文献をご参照ください。この動画は、東京国立近代美術館解説ボランティア、モマットガイドスタッフが、 教育普及室の監修のもと制作しました東京国立近代美術館では開館日の毎日2時から所蔵品ガイドを行っています進行役を務めるのが MOMA ガイドスタッフです一方的に作品を解説するのではなくさまざまな見方を提案したり発言を引き出したりしながら対話と多様性に満ちたギャラリートークを提供しています所蔵品ガイドは現在 新型コロナウイルス感染症対策で休止中です次回もお楽しみに東京国立近代美術館のチャンネル登録もぜひお願いします